はい、こんにちは、ズイフさんです。今日はね、岡田将生さんのね、運勢を見ていきたいと思います。パッと出した瞬間ね、俳優さんとして生まれるべき時に生まれたということですね。獅子座にはね、赤ちゃんの獅子座と大人の獅子座あります。おばあちゃんの、おじいちゃんのね、獅子座があります。そのうちでね、やっぱり一番脂の乗り切った獅子座というのがあります。そこに太陽、しかもノーアスペクトで持っております。これはね、かなり強く出る配置でございます。ノーアスペクトというのは他の天体とアスペクトを取っていない、そういう状態を示しております。ですのでね、非常に俳優さんとしてね、生まれるべく生まれたということで、今後のね、活躍が楽しみです。赤ちゃんの獅子座だとね、幼いです。森七菜さん、ね、今食パンとかのコマーシャルにね、出ております。オロナミン C ね、あんな感じです。ですから非常に若々しいけど、非常にこう危なっかしいね、そういうもう爆発してますねみたいなね、爆走してますねみたいなね、それが獅子座の赤ちゃんドスね。森七菜さんは男だったら間違いなく右翼に入っております。男だったら右翼の凱旋カーに乗って、ロシア大使館の周りとかで、格闘をしております。反対にね、もう老人の、もう大人の、もう本当にもう次の乙女座行くぞっていう最後の獅子座はもうぶち上げ花火になりますよね。しかもここには一等星レグルスね、入っております。周囲のね、人たちをあっと言わせるだけではダメですね。ロシア大使館あたりでおまわりさんと乱闘してるぐらいではダメなんです。ね。これはもう全国、ね、全世界がね、もう、わあ、すごい、パチパチってやってくれないと困るドス。ですので、前田敦子さん、前田敦子ドスとかね、少し前だと CM 上の相武咲度数とかいろいろ言ってましたけどね。CM たくさん持ってたりね。あるいは前田敦子 AKB 絶対的エースだったりとかね。もうすごい活躍は見ておりますし、数々の教祖様ね。お筆先にとかね、お筆先だけで全国にこんな、教団たくさん、派手な建物で、何ですかみたいなね、ため池になんか政党があるんですけどみたいなね、そういうもう大げさな話になってきてね、もう全国全世界ね、あっと言わせないと気が済まないということになります。しかしね、働き盛りの獅子座と言いますとね、やっぱりみんなに見せる。ね。これはもう芸能活動でしょうと。ね。俳優。ね。女優俳優。ね。そのあたりでそのいい演技をその目指す。それがもう人生なんだということになります。ただし、岡田さんの場合は、悪役。あるいは精神疾患、死体不自由、
あるいはその何か、ハンデを負ったとかね、世の中からスポイルされた、ね、ロヒンギャ的なとかね、迫害を受けるとかね、スポイルされた、ね、指定暴力団みたいな、ことだったりとかね、そういったことがね、キーワードになってくると思います。ですからね、まあ、成田さんとか、矢名さんとか、矢名信夫さんとかね、そうそうたる悪役の方っていますけど、かっこよかったですよね。ですから、まあ、そういうような運勢ね、持ってますんで、だからまあ、最近ではその、南の帝王、ね、とかね、そういうことを演じていますよね。竹内力さんもそう、こういう運勢してますんでね。何か、100回目のプロポーズでは、なんか爽やかな青年とかやってたはずが、いつの間にか君はこんななっちゃうのみたいなね、ことで、まあ、イケメンでも、ね、かっこいいね、イケメンでも、だんだん年を重ねると、なにわ金融道みたいなね、あんな感じにね、なってしまいます。ですのでね、俳優としてはね、悪役、あるいはその、世の中のその目を背けたいっていうね、ことだったりっていうね、だから最近のその、障害者柔道、ね、障害者柔道だったりとかね、障害者、目の見えない人の競技だったりとかに関係している人とかね、ああ、なるほど、そういうふうに、教員だったらこういう、何か、普通の教員試験受けないんですよ。で、あれ、高校とか中学受けるんじゃなかったのって聞いたら、僕は、養護学校を受けますって言うんですよ。え、養護学校って何？みたいな。え、養護学校なんで受けるの？って聞いたんですよ。そうしたらね、こんなこと言うんですよ。うんこまみれになりたい。え、それってどういう意味？みたいなね。変態ですかってね。まあ、半分変態みたいな人だったんですけどね。ああ、そうです。まあ、理由はよくわからないけど、本人が、養護学校を受けるっていうなら、まあ、それでいいんじゃないですかって感じで、不思議に思ったんですけど、後でね、その運勢見てみたら、ああ、なるほど、そういうことだったんだと、ね。だから、うんこまみれになりたいっていうのは、まあ、そう、性癖と、紙一重だな、みたいなね。ロリコンだから小学校教員になりましたみたいな、言ってちょっと。と近いなとかいろいろ考えたんですけどね。なんちゅうことをしてくれるんだと思っても、本人にとっては自然のね、流れで喜んで今、養護学校で働いておりますけども。そういったことでね、まあいろんな出方があるんでね、こういう方ってね。で、しかも、これ俳優でそれやるんでしょっていうことになるとね、なんか変わった役、まあね、あんまりウィキペディア読まずに今読んじゃってるもんですからね。あれなんですけども。これからちょっと面白いことになりそうだぞということは思います。そしてね、何か体鍛えることだったりとか、家を整理するだったりとかね。なんか洗濯王子的な匂いはしますよね。こういう方だとね。で、まあ女性にはもう非常にスリリングなね、非日常をね、もう払拭してくれるような、目の冴えた、そういう楽しさ、女性に与えてくれますんで、若い女性にはその人気だということは出てますし、もちろんその若い女性でなくても非常に優しいということですね。ですんでね、これから、どういうような、優しいけど、ハンサムだけど、なんか、
とんでもない悪いことを陰でしている人物みたいなね。実はお前が犯人だったのかみたいなね。なんか推理ものにもね、出てきそうだし、オカルトものにも出てきそうだし、こういうね、俳優さんね、待ってましたということだと思います。ですのでね、今後の活躍期待したいと思います。それではチャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さようなら。